8月16日火曜日の山陽新聞ニュースです。第73回岡山県美術展覧会の応募作品の受付が16日岡山市の県立美術館と県天神山文化プラザで始まりました。県展の愛称で親しまれる県内最大の美術公募展で県内在住、在勤、在学の高校生以上を対象に日本画や洋画、工芸、 書道、写真、そして彫刻の合わせて6部門で、検算の成果を競います。16日は、日本が、洋画、工芸、彫刻の4部門で作品を受け付けました。インドで広く信仰されるヒンズー教をテーマにした、企画展、ヒンドゥーの神々の物語が、岡山市立オリエント美術館で開かれています。版画や石像などを通じて、 人々の信仰の変遷をたどることができます。福岡アジア美術館が個人から寄贈を受けた石の版画を中心におよそ500点を展示しています。企画展は9月11日まで開かれています。ホテルを運営する強立メンテナンスは岡山市北区にビジネスホテル天然温泉機微の湯ドーミーイン岡山をオープンしました。 JR 岡山駅の南東をおよそ500メートルの駐車場跡地に新築しました。客室は152室あり、全室に Wi-Fi を整備しました。館内設備として、最上階に、真庭市、下湯原温泉の湯を使った浴場やサウナを設けています。続いて、天気予報です。8月17日。 岡山県南部は雨、ところにより雷を伴うでしょう。最低気温は27度、最高気温は30度でしょう。岡山県北部は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。最低気温は25度、最高気温は28度でしょう。降水確率は岡山県南部午前60%、午後50%、岡山県北部 午前80%、午後60%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。